中からお届けしています西国33書トリップアラウンド33。今週はですね、6月に入りました、西国33書のアジサイの名所、もうあの結構ぼちぼち33咲き始めてまして、あとはおはようございます、日曜日の朝7時を回りました、谷口清子です。西国33書第16番札所清水寺清学部長の森清源です。おはようございます。あと白が咲くね、私は西国33書トリップアラウンド33の時に近畿に不4県と岐阜県に点在する33箇所の観音信仰の霊場の総称である西国33書、日本遺産でもあるこれらの霊場をお札所とした巡礼は、日本で最も歴史がある巡礼業で、現在も多くの参拝の方が訪れています。この番組ではその西国33書の魅力を含めご紹介をしてまいります。はい、なんかちらっと聞いたら、ほんならやっぱり6月になっちゃった、早いなぇ、まあでも早いなぁ、明日いいですよね、よろしいね。ということで、はい、アジサイの名所をご紹介したいと思います。さあ森さん、西国屈指のアジサイの名所といえばどちらになりますでしょうか。アジサイといえばその前に京都府宇治市にございます第10番のお札所の三室とじさん、三室とじさん、はい、毎年6月上旬から7月の上旬にかけまして、アジサイ園が開園いたします。西洋アジサイをはじめ学アジサイとかですね、幻のアジサイといわれる七段花という、七段花というなんか種類なんかおよそ50品種2万株なんかアジサイってめちゃくちゃ種類あるらしい。私たち若葉好きじゃん、これがアジサイなんみたいな、若葉好きなんで色もいっぱい、それが一番ね、はい、何気なくみたいな、そうそうそう、ほんまにこう好きなんですけど、何気なく咲いてるから、うん、好きやからこそ、みたいに思いますちょいと面倒、うん、綺麗ですよね、咲くと本当にありがたい花、また雨が似合うね、人間ドッグ、毎年やろうと思ってたんですよ、はい、好きな今年はですね、開園は昨日6月1日から7月7日日曜日まで、時間は朝8時30分から最終の入園が午後3時40分までとなっております。で午後4時30分にはもう下山ということになりますので、お早めにお越しくださいということでございます。なお6月8日土曜日から6月23日日曜日まで、土曜日と日曜日はですね、アジサイ園の夜間ライトアップも実施されるということで、皆さんどうですかこれ、午後7時から9時まで、寒い時期とかね、されております。午後8時30分受付終了でございます、はい、ね、そういう時期ライトに照らされましたアジサイは何とも幻想的な、外でやりません人間ドッグ、はい、そうか、まあ、そういえばそんな、この車でライトに照らされたけど、もう一日で全部済ましちゃえと思ったら大変な中で、そういうのずらはちょっとやろうと、きっといいでしょうね、2万株ですからな、そうです、だからそれをだから寒い時期がええかなと思って、しかも見上げへんの時からダブついてきんどくないで、その間になんか確かに、はい、そうですね、はい、みたいなのが昼夜入れ替え制で、なので夜の配管ぐらいならね、アジサイ園のみで、今年からはこの6月時間の関係ですね、配管料は大人1000円、子供500円でございます。まあでも三室とじさん有名で美しいんですが、そんなだけではないとか名所がいろいろございます。はい、今度はですね、西の方へ行きますと、京都市西京区にございます第20番のお札所吉峰寺さんでございます。吉峰寺さんも綺麗ですもんね。およそ3000坪の白山アジサイ園ではですね、西洋アジサイやガクアジサイ、ヤマアジサイなどおよそ8000株のアジサイが斜面を華やかに彩っているということでございます。見晴らしの良い高台にございますのでね、お寺結構山の上なので、ね、晴れておりましたらアジサイ越しに京都市内を一望することができたりとか、年に一回越しの京都、それは6月に行くことに、雨の日なんかもこのアジサイの風情が、ね、あってよろしいんですな、ぜひ年に一度面積に行くとね、このまたお団子斜面でだんだんにこう見えるのがまたね、はい、ですよね、はい、で入山料は大人500円、高校生300円、小中学生200円でございます。アジサイのシーズンにつきましては土曜日曜の開門時間が変更になる場合がありますので、詳しくはウェブサイトでご確認をくださいと、はい、まあでもあの、はい、すごい斜面なんでつるっといかんように、メッセージや質問は、そうね、FM 大阪のホームページにあるリクエストフォームから、うん、番組名、西国三十三所トリップアラウンド33を選んで送ってください。はい、あとあのメールなんかも随時ご紹介、京都をご紹介しました。ね、続いて奈良県のお札所、はい、ね、こちらにも短い時間でございますが、奈良県といえば第6番の坪坂寺さん、第7番の岡寺さん、第8番の長谷寺さんのこのね、三か寺でございます。はい、春の春風回廊に続きまして、
大和三大観音アジサイ回廊を7月の7日日曜日まで開催されております。はい、アジサイをテーマにされました限定の切り絵の御朱印なんかも授与されているということで、はい、坪坂寺さんでは桜大仏として人気あります、あの坪坂大仏さんね、うん、この桜越しにこの大仏さんが見えるんですが、うん、その周辺にもアジサイの鉢植えがございましてですね、まあ、アジサイ大仏に変身するというようなそんな感じでもございます。ここ坪坂さん、はい、岡寺さん、長谷寺さん、いろいろね、はい、こう組んでいろいろと、ね、もう年中いろいろやってますよ ね、はい、積極的にやってらっしゃる。はい、またあの長谷寺さんはまあ花のお寺とも言えるFM 大阪からお届けしています。第一の上り廊にはですね、であります下の廊の先から6月に入りました。西国33所の紫陽花の名所、もうあの結構ぼちぼち咲き始めてまして、あとはなんかその咲く前はこうあの緑の葉っぱと同じ色の粒々みたいになって、あれ分かる人にはね、これ紫咲くねとか、ね、はい、分かるの、そうか、そう、あと白が咲くねとか、私一回インスタに上げたことができるような緑のつながりの時にずっと紫咲くでしょって言ったら、多くの方がこれは紫ですでございます。やっぱり分かんねーとかも、紫陽花ってこう上の方じゃないですか、ちょっと分かんないですけど、なんか芯もこう分かるんですかね、青ってこう、まあ紫っていうかまあだんだん色が変わっていくわけですけども、まあ普通に紫って言われてるやつですよって。最後は大阪ですね、はい、箕面市にございます第23のアルカリ性化さんでございますが、八王子さんもお花綺麗ですもんね。そうですね、6月の8日土曜日から7月の14日日曜日まで紫陽花祭りが開催されております。はい、紫陽花の名所をご紹介したいと思います。ではですね、さあ森さん、西国屈指の紫陽花の名所というのはどちらになりますでしょうか。はい、紫陽花といえば花部、京都府宇治市にございます、アメリカ第10番の三室都市さんですね。玉紫陽花さん、毎年6月上旬から7月の上旬にかけまして紫陽花園が開園いたします。およそ1000株もの西洋紫陽花をはじめ学紫陽花ね、まあ、幻な入山料は七段大人、高校生以上が500円、小中学生400円、50品種2万株ということで、なんか紫陽花ってアメリカ紫陽花種類あるらしいですよ。楽しいな、え、これが紫陽花みたいなのもいっぱいある、はい、色もいっぱいあって、ね、ね、あるんですけど、でも逃げなくね、この道端に咲いてるのもね、逃げなく咲いてるから、当然みたいな、やっぱりちょっとずつみんな違う感じで色だけだけど、本当にありがたい花ですね。雨が似合うな、紫陽花ね。さあ今週はですね、西国三十三所の紫陽花の名所をご紹介したいんですけれども、はい、昨日6月1日から7月7日日曜日まで、はい、時間は朝8時30分から、はい、以前最初の入園が午後3時40分までとなっております。はいはい、午後4時35日には下山ということになりますので、8月の25日日曜日までということで、大阪中野市の6月8日土曜日から6月23日日曜日まで、土曜日と日曜日はですね、国宝展園の夜間ライトアップも実施されるということで、午後7時から9時まで、1150年、午後8時30分、うん、受付終了でございます、ね、再来週からでライトに照らされました紫陽花は、なんとも幻想的な雰囲気ですね。はい、さあもう夜ライトに照らされた紫陽花に、はい、なんかですね、まあ、山の寺第五寺密教祖本門センター、あれはそうですね、担いで、はい、しかもあの3つの章に分けまして、醍醐寺さんの特徴を紹介する5つのコーナー展示を、はい、こちら昼夜入れ替え制で、展示されてますのがね、醍醐寺さんにまつわる国宝が14件、はい、ですね、そんなあります。開館料は大人1000円、子供500円でございます。全部で、まあ、でも三室戸寺さん有名で美しいんですが、そこだけではないと、名所がいろいろございます。はい、今度はですね、西の方へ行きますと、京都市醍醐寺さんといえば西京区にございますが、第20番のお札所、吉峰寺さんでございます。吉峰寺さんも綺麗ですもんね。およそ3000坪の白山紫陽花園ではですね、西洋紫陽花や白紫陽花、山紫陽花など、およそ8000株の紫陽花が斜面を華やかに彩って、落合陽一氏による作品、見晴らしの良い高台にございますのでね、お寺結構山の上なんで、晴れておりましたら紫陽花越しに京都市内を一望することができた、仏さんの世界ですね、紫陽花越しの京都市内、まあ
あのよく雨の日なんかも妖怪マンダラとかね、体操マンダラ、妖怪マンダラとか言われてますが、このまたこうちょっとこう斜面でだんだんにこう見えるのがまたね、そうですそうです、はい、はい、で入山料は大人500円、高校生300円、小中学生200円でございます。昔はアジサイのシーズンにつきましては土曜日曜の開門時間が変更になる場合がありますので、詳しくはウェブサイトでご確認をくださいと。まあでもあのすごい斜面なんでこうつるっといかんように、足元をね皆さんやっぱり濡れてるとね、あの気をつけていただいて、今の現代やったらアップダウンは VR、 そうですね、はいはい、そう気をつけてください。デジタルの世界さあ、ね、京都をご紹介しましたけども、続いて奈良県のお札ですね、こちらにもあります。奈良県といえば第6番の坪坂寺さん、第7番の岡寺さん、そうですね、だって別にあのそれは長谷寺さんの平面のもんではないわけで、3カ寺でございます。私たちとまあ次元がこれまでちょっと難しいんですけども、多分まあこんな立体的にあるもんだろうから、7月7日日曜日まで開催しています。アジサイをテーマにされました限定の切り絵のご支援この夏大阪中之島にパワースポット坪坂寺さんでは桜大仏として人気あります。坪坂大仏さんね、キラワですね、この桜ご支援のほな行こうかいう感じに、その周辺にもアジサイの鉢植えがございましてですね、わざわざアジサイ大仏に変身するというような、大阪に集まるっていうことは、坪坂さん、岡寺さん、長谷寺さん、いろいろね、あのね、ほんでまあ気になったらまあもちろんそうですね、もう年中いろいろやってますよね、積極的にやってらっしゃることで、またあの長谷寺さんはまあ花のお寺とも言われるぐらいで、第一の上り廊にはですね、であります下の廊の先からまっすぐ本堂に続く6月15日土曜から8月25日日曜日まで開催、地上のアジサイがずらっとこう会期中に展示会というのが、地上の方があのたくさん鉢植えよりもなのでまああの1回だけでなくね、2回3回とそうですね、地上のものと鉢植えのものね、時期を要するにずらすことができるから、長いことずっとアジサイを動かすので変なこといただけるという、こういう風にせな、やっぱりあの先ほど言ったようにでもこうさアジサイってこう上の方じゃないですか、下の方で写真もこう大阪に来るということで見に行きやすいところに行きますので出るかなというふうに思います。さあチケットは前売券が一般1800円、大阪ですね、高校大学生が900円、第23番の勝尾さんでございます。6月14日金曜花火ですもんね、そうですね、次の日6月の8日土曜日から7月の14日日曜日までアジサイ祭りが開催されております。大阪中之島美術館の本土に向かいます参道ではですね、山アジサイ、学校アジサイ、まあまだねそのまあ雨の時期ってことですけど、今度また梅雨明けたらもっさ暑なるんだと、間違いなくこういう美術館の中でめちゃんこ涼しいです。山アジサイなんかもその種類や方法、それは人間のためではなく展示品のためにめちゃめちゃ涼しいですからね、温度湿度をねちゃんと管理されてますからね、まあそういう意味でも入山料は大人高校生以上が500円、外で暑い暑い言ってたらそういうとこ行ったら涼しい感じでね、だいたいずっといたらもう冷え冷えですもん。アメリカ自体はアナこの国宝14件に重要文化財47件ってすごい数なんでね、なかなかねこれを一つの大御寺さんというお寺がまだこれ以上あるんですけどね、よう見たらやっぱりちょっとずつみんな違う感じが色だけじゃないですか、すごいことですよ、すごいことでいいよね、すごいこと、はい、それもわざわざ持ってきてくれるんですね。西国三十ございます所のさあ、そのお知らせと今週はアジサイの名所、はい、6月から開催される展覧会を合わせてご紹介させていただきましたというのがありまして、その